はいどうも、サンドの飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。今日楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今日は9月中旬に販売したこちら、不思議の国のアリスの新作のポップコーンバケット、新しくポップコーン用のスーベニアが2つ新商品で販売しているので、今日はこの3つのスーベニアを詳しく購入品紹介していきます。よかったら最後までご視聴ください。はい、ということでまずはアリスのポップコーンバケットから紹介していきます。不思議の国のアリスのポップコーンバケットが9月14日から東京ディズニーランド限定で新発売になりました。これはアリスの劇中のシーンのマッドハンターたちとお茶会楽しんでいる時のおそらく様子だよね。カップも3つ重なっていて、ちしゃ猫もいてね。またこのアリスがちょっと見上げてる感じがいいっすよね。あとはホワイトラビットの時計とか、ハートのクッキーとかも、もう本当にフィギュアだよね。立体化されています。今回のポップコーンバケットは、アリスの上のここから開けることができます。ここをこうして、中にポップコーンを入れることができます。ちょっとね、奥行きがあって、こことかもだけど、少し洗いづらいポップコーンバケットになっている。ポップコーンはちょっと洗いづらいけど、もう見た感じがなんか、不思議の国のアリスのポップコーンバケットというよりは、フィギュア感あるよね。今回のポップコーンバケットはギミックがあって、ここから開けられるだけじゃなく、アリスの後ろ側からもう一箇所開ける場所があります。そう、ここを開けると、じゃじゃん。ミラーになっています。ポップコーンとか、ちょっと、ソースがたっぷりかかっているものがあった時にこう鏡を見て口元が汚れていないとか、手鏡みたいに使うこともできます。手鏡って結構出すのもめんどくさかったりするから、ポップコーンバケットを首からぶら下げているだけで、ちょっと手鏡貸してって思えば、はいって、こんな風に携帯のインカメラも開く必要もないし、ポップコーンバケットにミラーがあるのは結構便利なように感じます。閉めるときは本当にここ押すだけ。ポップコーンも食べれて、手鏡もついているポップコーンバケットになっています。あとは一番上のティーカップのデザインも可愛いね。側面こっちはトランプのハートとかスペードとかクローバーとかもある。本当に、あ、反対側にはホワイトラビットもいるね。白ウサギもいます。そして次はスーベニアのポップコーントング。今回のポップコーントングはパークフード柄のケース付きになっていて、ポップコーンのキーチェーンなども付いています。これあるとどこにでも付けれて便利だよね。そしてミッキーの蓋を開けて、中にポップコーンのトングがあります。これ実際にポップコーンをこんな感じで掴んでみたんだけど、思ったよりもここが開かなくて、こう開けてこう掴むのがちょっとね、めんどくさかった感じがあります。もう少しトングが大きければいいのかな。こう正直ね、掴みにくかった。もう少しこれトングが大きかったらよかったのかな。実際にポップコーン掴んでみたんだけど、ちょっとここがね、開きづらくて、使いづらかったように感じます。もう自分は手指消毒して、もう完全コレクション用で、このポップコーントングはコレクション用で保管しとこうと思います。最後はこちら、新しいポップコーンケース。今回のポップコーンケースは前までチームディズニーで商品化していたんだけど、9月14日からミッキーバルーン柄が新登場になりました。でもやっぱりこのバルーン柄可愛いよね。ミッキーやマックスとかドナルドとか、いろいろなディズニーキャラクターがバルーンで描かれていて、もうめっちゃ可愛いです。表面はビニールのようなものがかかっていて、水濡れとかに強いです。またポップコーンの紐が可愛いね。東京ディズニーリゾートと青空のブルー、そしてバルーンが描かれています。反対側もチームディズニーの時もだったよね。ここに一箇所内ポケットがあります。首とかにかけていて、ちょっとした小物、まあスマートフォンとか小さめの財布とかも入りそうに感じます。中はこんな感じ、マジックテープで締められて、中に仕切りもあります。この仕切りはマジックテープで取り外し可能です。もちろんこのポップコーンケース自体が結構大きめだから、中に財布やペットボトルとかも入れて、ミニバッグ代わりに使うこともできます。
後ろ側にもスマホとか替えのマスクとかも入れて、本当にこのレギュラーボックス用のポップコーンケースはいろいろな使い道ができるように感じます。はい、ということで以上、新商品のポップコーンのスーベニアを購入品紹介しました。まさかのミッキーバルーンで、前にねチームディズニーで出ていた2つ入るレギュラーボックスがリニューアルするって思わなかったし、このミッキーバルーンのイラストが本当に人気だから、このレギュラーボックス入れでも全然違和感ないし、まさかのねアリスが、前は三段バケットみたいな感じで出ていたのが、今時のポップコーンバケットでリニューアルするなんて思わなかったです。今のところこの不思議の国のアリスのポップコーンバケットはランド限定なんですけど、このレギュラーボックスを入れられるポップコーンのスーベニアと、ポップコーンを掴むことができるポップコーントングは、東京ディズニーランド、ディズニーシーでも買うことができるので、これから行く予定の方が今回の動画を見て行く前の購入検討や参考になっていたらとても嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるのでフォローお待ちしております。それではバイバイ。